どうも、ワナチャンネルです。今年は牛年ですね。ということで今回はシンプルに牛統一パーティーを組んできましたよ。そして対戦アイテムのねイグレスさん、どういう意味だろうな、わかんないですけどね、相手は二度キング、ウサギが入ってますね。あとボーマンダは立つと捉えてもいいのでしょうか。まあしかしながらね、こちらは今年の干支、今年1年バフを受けている干支4体もいますんで、まあどう考えてもこちらの方が強いですよね。まあですので、このね、典型を受けた4体で相手のマイナー干支パをね、中干支でぶっ飛ばしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お、いいですね。その金色のファッション。正月らしくて。そして、シャモとエレキブルと。そしてこちらは見てください。この牛2匹。可愛らしいポケモンたちですね。もうね、姿形が頭部以外全く一緒。もう兄弟かなと思う、この可愛らしさ、大事にしていきたいですね。さあ、まずは、バシャーもちょっとめんどくさいんで、ナルハヤで処理したいんですけど、これダイアタックしますか。ダイアタックしましょう。どうせ、加速だと思うんで、加速のために守ってくると思うんで、ダイアタックで相手の加速を無効化しつつ、タスキも削り、次のターン倒せるという三段なわけですね。さあ、ダイマックスしていきますよ。これでね、まあ相手、ケンタロス、バフロン、どっちがどっちかわかんないよーと思っているかもしれませんが、ダイマックスした方がケンタロスということで見分けつくようになりましたね。さあ、まあこっちケンタロスがね、まあ兄貴分みたいなもんなんでね、この対戦環境でもね、こっちをダイマックスさせるのは、まあある意味必然と。そして相手、なんだこいつ、エレキブルダイマックスしてきたぞ。何すんのエレキ、もしかしてさ、バシャームがエレキブルに雷パンチして電気エンジン発動させるみたいなわけわからんことしてきたりする。いや、まさかな。味方をそんなね、殴るなんて、そんなやつはいませんよ。さ、てか普通にダイアタック通ったんだけど、守るとかしてこないのかよ。まあまあ確かに守るしたらね、相手に一旦隙を与えてしまいますからね。ネッサー、なるほど、やってきたマジで。弱光、やけどしたけど、弱光だけど、物理型なのかな、特殊型ならまあやけどそんな痛くないけど、マジでそんなことしてくると思わん。ダイアタック相手もしてきた、やばい。この火力は相手物理型やな。お前物理型やろ。まあお互いね、ダイアタック入ってるんで、まあ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 、そんなに悪い状況ではないね。さあ加速と、加速して抜かれてしまいますが、まあ問題ないんですよ、これ。まあ相手としては、これバックの処理したいのかな、実は。まあ、私からは、バシャームをね、殴ればいい。でもさ、そう、あのバシャームというポケモンは飛び膝蹴りを奪われて、今ね、猛烈に火力が低いんですよ。ですんで、ここ、普通に倒せると思います。大スチールしましょう。そして、相手の裏を見ると、速いポケモン多いですね。これはちょっともう、地ならしでいいかな。地ならししてっていいと思いますね。こっちのケンタロスは普通に抜かれてると思いますんで、さあ、そっちにインファイト。残念。それは握手です。はい。こっち、欲の実をね、しっかり持っておりますんで、そしてさらに、こっから、ダイスチルによって、防御上げていきますから、その火傷の入ったエレキブルの攻撃なんかね、もう効きませんよ、悪いけど。さあ、効果今一つですが、しっかり倒していきます。そして、ダイスで、2匹のね、防御上がっていって、もうこれ盤石ですね、体勢が。ダイナックルと、どっちだろうな。まあ、おそらく、あ、そっちなんだ。ケンタロス集中で倒しに来るのかと思いましたが、バフロンに対してダイナックルのようですね。そしたら、ジェナルシー、まあ、これで、まあ、そんなにね、くださ下がりますが、はい、怒りのツボを発動させていただきます。そんなに威力は入りませんが、これね、味方に、当てるということが重要なんですね。これね、異界の壺、
これ気合ダメと鋭い爪なので確定急所でございます。ちなみに、気合ダメ積んでない場合は乱れ好きでね、無理やり怒りの壺ね発動させます。そして相手はオーロンゲ。そんなポケモンで何ができるって言うんですか。抜いてるよね。お互い S が下がってますんで、これ抜いてますね、ケンタロスはね。ケンタロスはあのエレキブのことであれば、もはやここダイアースを積んでいっていいでしょう。積むっていうのはちょっと変な表現ですけど、でオーロンゲに対しては普通に殴っていきますね。壁でも張るんですかね。こっちの怒りはそんな壁ごときでは防げ、何それ、ちょっと勘弁していただけ、早い、4段階下がっていてもエレキブルより早い、早い。まあまあまあ、確かに4段階下がってるのと2段階下がってるのだと、0段階下がってるのと2段階下がってる時とは、素早さの比較計算がね、違ってて、あんまりね、影響を受けないんですよ。だから言いたいこと伝わってるかわかんないですけど、相手が2段階、こっちが4段階下がってる場合って、そこまでね、素早さの差がね、開かないんですよ。だから、元から、こっちが早い場合って普通に今みたいに抜けちゃったりするんですね。さあ急所でこれ5回ぐらい当ててほしいな、できれば。急所3回、まあまあいいでしょう。最低保証は2回なんで、まあそれより当てただけで偉いですよ。で残飯オーロン家ね、まあ、相手ダイマックス切ってますし、まあ怖い顔あるとは言ってもね、まあこっからそうそう負けることはないと言いたかったんだけど、やばいポケモン来ちゃいましたね。ボーマンダですか。こいつは龍舞ガンツミとかねしてくる可能性が高いですね。まあ、なるべく早急に処理したい、まあ、マンダの流星は強い、龍舞は強いということでね。まあマンダはでもここ殴らないとケンタロス倒せないですから、まあ普通に殴ってくるんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。まあ、ここは捨て身いきますよ。アイヘちゃん倒せない可能性が、まあ、そこそこあるんで。で、まあ、マンダ処理優先ですかね。オーロンゲは、まあ、HP 残っていても、こいつは置物でしかないんで、リフレクター、はい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 。さっき気合ダメを見ていらっしゃらなかった、ダブルウィングじゃ倒せられないと思うぞ。はい、素晴らしい耐久、ダイスル積んでますからね、待っていってください。イヤッホー、さすが牛に引け、こいつらちょっとつ猛進ですよ、牛ですけども。そして乱れ好きでオーロンゲをね、その紙引き裂いてやる、はい、お疲れ様です。新年ね、初切断をいただきました。まあ、没試合とかもいっぱいあるんですが、そういうのも含めて、初めて切断。気持ちがいいですね。相手負け格の状況で受ける切断ほど気持ちいいものはない。初笑いいただきました。ありがとうございます。では、次の試合行きましょう。というわけでね、2本目もやっていきたいと思うんですけど、相手なんだ、変なポケモンいるな、なんだトゲキチックとかいう、そんな進化前のポケモン使ってこのダブルバトル潜っているやつなんかこの世にいませんよ。で相手カプコケコとか、うん、モグラとか絶妙にエトになってないやついますね。コケコってさ、ニワトリじゃん。ニワトリってエトになってたっけ。ねえ、ウシ、トラ、ウー、タツ、ミー、ウマ、ヒツジ、サル、オリ、あ、なってるわ。オリがいますね、相手。トゲチックもいるし、どっちが、カプコケコが先か、トゲチックが先かみたいな感じになってますけど、まあ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 、やっていきましょう。で、ドリューズトゲチックとかいう、いきなり、ガンギマリの2匹来たぞ。まあ、チックがこの指で、ドリューが剣舞とかしてくんのかな。まあ、剣舞からのリフレクといって、ところでしょうかね。まあこれはじゃあもうやるかね。もう気合ダメしてる暇なんてありませんよ。もうサクッと怒りをね発動させて、まあ、怒りというのはスナック感覚で発動させていくものなんですよ。まあ、それぐらいね手頃なねエンターテイメント、それが怒り義憤というやつでございます。さあケンタ激怒してください。いきますよ、ダイマックスからの、相手はどうせこの指止まれそうですね。でしたらここ積むだけですよ、ダイスチル。
ダイアタック2回入れてドリューズの S を2回落として砂火器を無効化するってのもまあなくはなかったんですが、まあスチール2回入れるのとそんなに変わんないかな。だったら剣舞ね、はい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 、まあ分かっていますよそんなことはね。まあこの指剣舞と、まあ確かにそれはね一理ある戦術では。え、なんでそっち殴った。おい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 、ダメだよそっち。まあでも急所当たってなかったんで関係ないですね。うん、まあ急所当たらなかったんで関係ないけどさ、喋りに集中してたらプレミしてしまいましたね。まあしかし今度はちゃんと剣、違う、あいつこの指止まれしたからだ。プレミじゃねえ、しまった。この指止まれをすると味方への攻撃も相手に行っちゃうんだ。ただまあこのターンはね、このトゲチック倒しますんで、まあいくら積もうが無駄ですよ。さあダイスチル積ませていただきます。ドリューズはもう一回剣舞臭いな。でもさあ、あなたもう余裕ないですよ。大ロックしている、このターンでケンタロスは覚醒しますからね。まあ、怒りをね今地震普通に殴ってきた。いやでも効かないよねそれ。うん、ダイスル2回入ってし、さあ乱れ突きでついてついてつきまくるぜ。はい、急所一発目で引きました。またね、もうこれ以上つかなくていいですよ。2回はね確定ですけど、3もういい、止まれ止まれ止まれ、よし偉い。3回で止まるのは偉いですね。もうねこのドリューズはいか、え、ちまって、バンギーいた、普通に見逃してた、普通にバンギーいた、やばい。あー、地震であのダメージか、やるしかねえな。ダイマックスと、まあそりゃそうですわな。いやー、ダイアタック入れておくべきだったか、やはり。まあ、難しいな。ドリューズがダイマックスしていきますよっと。いや、バンギラスいるの全然見えてなかったんですよね。相手、砂かき、ダイロックで起こすのかなと思ってたけど、普通にいたわ、バンギラス。こいつ、エトに採用されてないから見えてませんでしたね。まあ、ただ、地ならし、一回入れたらなんか抜けるとかない？抜けそうじゃない？さすがに無理かな。まあ、ケンタロス110ですから、ドリューズ80いくつでしょ？意地っ張りとかだったら抜けるんじゃない？まあ、なんか意地っ張りでしょ？どうせ。なんか火力バカ高かったし、弾とはいえ、大アースに、大スチール2回積んださ、ケンタロスにあれだけ入るのはおかしいですよ。いや、おかしくないかもしれないけど。うん、いやだからこいつは意地っ張りなんで、まあ、多分地ならし1回入れたおかげで今抜けてますね。なんでもここね、ケンタがやることは一つ馬力でね、ドリューズを上からしばいていくだけでございますよ。で、まあ一応地ならしとかしておこうかな。うん、仮にね抜かれていた場合でもケアが効くように。あ、抜かれていますね。まあ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 いいでしょう。まあ、割とね、まあ、しっかりとね、やるべきことはやりましたんで、まあ、怒りの壺で相手を、ぶちのめすってことは、ちょっと今回はできなかったんですけどね。まあ、乱れ好きで怒りの壺を発動しましたし、まあ、相手にね、こちらの怒りを見せつけただけでも偉いですよ。そしてこのね、ドリューズはもうすでに、ベースがね、下がってしまい、もう今、砂かき発動前と同じ状態ですから、もういつでも倒せますよ。さあ、噛み砕く。好きなだけ砕いてくれ。はい。耐えるけど、これ砂で倒されると。あとはね、こっち、適当にやらせてもらいますな。まあ、今回2本目の主役はね、ブルルと、ミルタンクですんで、さあ、これ伝説のね、カプブルル、草生やしていきますよ。そして、こう言って、ミルタンク。はい、草生える。実況的には草生えるのが一番美味しいんでね。これめちゃめちゃ嬉しいですね。まあ、相手のラスト一匹が誰かはわかりませんが、まあ、ここでね、適当に。あら、大ウォール、あらららららら。ら、そんなことしちゃっていいんですかね。ただただターンを無駄にするだけですよ。もう次、あ、ちょっと待って、倒せない。助けて、助けてくれ。地震、おい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 。
今草生えてますけど聞きませんな。はい、グラスフィールドの効果は地震地鳴らしマグニチュードの威力を半減させるというね、隠された効果があります。別に隠されてはいないんだけど、まあ、説明文とかには書いてないよなおそらく。そうしましたら、相手裏に対してウッドハンマーがめちゃめちゃ一貫しているんで、まあ、ウドハンしていき、さすがにここじゃれつくで倒せるよな、バンギラス。いや、さっきのダメージ的になんか無理そうだったけど、無理を通してほしい。よろしくお願いします。貫き通してくれ。2回殴ったら、1回ぐらいの乱数で倒せますよ。あるいは急所当ててもいいし。やれ!ミュータ君、お前はエースブッパの、で、まあ、ドリューズは、まあ、とりあえず厄介なやつはぶっ倒し、反動痛いけど、ワンチャンバンギの攻撃だったら、ブルル耐えるまであるし、あ、倒せるね!えらい!さすが牛!馬力と言いますからね、牛の力ってのは、それがそのまま、基準になるくらいにね、素晴らしい力を持ってるわけですよ。その牛にじゃれつかれたら、たとえバンギラスだろうと、ひとたまりもありませんわ。ラスト一匹、死にたいやつ、どっちに殺されたいか選んでいいぜ。まあ、選べないんですけどね。何せこのカプブルルはこだわりスカーフを持っていますから、まあ、あなたがたとえね、こっちのね、かわいい、どうせ殺されるなら、女の子に殺されたいと思っていたとしても、まあ、残念ながらその願い叶いません。ウッドハンマーでね、ドサイドン。まあ、リンドでもなければ耐えることできないでしょう。4倍ですからね、ハードロックも貫通します。はい、対戦ありがとうございました。まあ、全ての牛さんが今回は活躍してくれましたね。まあ、今年牛年、この動画を見た皆さんはね、まあ、牛のことに思いを馳せながら今年1年過ごしてください。きっといいことがあります。ではご視聴ありがとうございました。